円安止まらないようです。まあ、今160円に向かっているところなんですけども、だいたい155円から156円に来週は入るんじゃないかなというところと、一旦160円に行ったんですけども、そこがね介入によって抑えつけられたんですが、やっぱり160円に向かっていくことかなと。で、もともとドル円っていうのは360円の固定から始まって、それが変動になって、でプラザ合意でガクンとね77円あたりまで進んでいったっていう経緯がありますけども、まあ一体この円安ってのは何かなということなんですが、まあ円安すなわち日本人が安くなってきたってことなんでしょうね、きっとね。シンプルにそれだけだと思いますね。なんかね、そのすごく、おかしなテーマになりますけども、その大久保公園女子とかっていうのいるわけですよね。あの若い17、8歳ぐらい、19歳、20歳前後ぐらいまで の若い女性が、その大久保公園にこう均等に立っていてね、で、まあ、売春行為をしてるわけなんですよ。で、もちろん日本人の男性がそこに行く例もあるんですけども、そもそも日本人金がないんで、その大久保公園に行って、その売春に応じれない、いわゆるパパ活とかはできないんですよね。じゃあ誰が来てるかっていうと、なんとね、あの中国人とか東南アジアの人とかね、カンボジアの人とかね、ネパールの人なんですよ。なんかこの高度経済成長期に東南アジア売春ツアーっていうね、恥知らずなツアーがいろんな会社とかね団体によって行われたみたいですけども、つまりはあの日本円が強い時にね、そういったまだ後進国と言われている東南アジアの国に、まあ香港とかねマカオとかね、そう売春に行くグループがいたわけですよね。まあ男性たちの、まあ非常にそれも旅行会社がツアーを組むぐらいでもうすごいバッシング受けたわけですよ。で、その頃いつか逆の立場になるっていうふうなねことをね、あのどっかの記事を見たんですけども、まあまさに今その逆の立場になっていて、あのまあ言ってみればね、金持ちの男性をゲットしない日本人女性は、まあそんな羽目になっちゃうみたいなね。もちろんあのまともな職業なんてなかなかもう今なくなってきてますんで、ものすごくね、あのそうやって身を削ってあの感染症とかに怯えながらね、それでも今日も売春に大久保公園の周辺に立たないとあの今日の飯が食えないっていう、まあ若き女性とね、それから、まあ、たまたまなんかこう、稼ぐのが上手な人の男性とこう結婚できて、なんか平平のんのんと暮らしてる、その女性の中でも格差が生まれててね、なんか冷たい日本になってきたなみたいなところですよね。あのよくねロスゼネって言われるとね、あのニートになって高学歴なのに40代50代になっても仕事が20年30年できずに親のすねをかじってみたいな引きこもりの中年男性でデブニートみたいなのがねよく挙げつられますけども、これ女性もっと悲惨な目に遭ってんじゃないかなって思っちゃったりしますよね。特にその今40代後半とか50代の女性って20代の頃ってなんかねすごいウハウハ入れ食い状態だったわけでしょ。まさにアッシー君とかメッシー君とかね、三つ君とかをね顎で使っていてね、今の港区女子みたいな青春を謳歌してきて、やっぱり年収1000万ぐらいの男性だったら安いから結婚できないわって寄り込みしてるうちに、なんかね20代後半になり30代になり、なんかもうデートにも誘われなくなって、誰だよおばさん来たらええなみたいなことね言われても、なんか這いつくばって生きていけなくちゃいけなくなるみたいなね、なんか歴史は繰り返すじゃないですけども、あれだけ景気の良かった時代にもちょっとね選択を間違うと悲惨な50代が待っていると思うと、今ね大久保公園に立ってる女性ってもう先がないんじゃないかなと思っちゃいますよね。まさにその先がないのが、まあ、日本の姿なのかなと思うところもありますし、あの今非常にね、まあ、女性の数が急速に減っていって、まあ、人口減少に拍車をかけるんですけども、言ってみれば女性の価値が高まっているはずなのに、そんな大久保公園みたいになっちゃってるね。しかもこれね、大久保公園だけじゃなくて47都道府県に広がってるんですよ、すでにね。すでにですよ、鹿児島にもいますよ、大久保公園女子みたいなのが、すごいすごいなと思うところですよね。それがまさにその1ドル300円時代の到来をなんか予感させているんじゃなかろうかと思いますね。まあ輸入物価むちゃくちゃ高いんで、ガソリンにしてもね電気にしても、なんかそのみるみる上がってきたですね、この3年間ぐらいとかね2年とかね急速に上がってきましたね。
私がサラリーマンだったら多分ね、もうこれ勤まってないですよ、この支払いは。電気代もなんか恐ろしいぐらい来てますよ、ガス代も。しかもまだ補助金刺さってますからね、これでね。補助金がゼロになったら今の電気代軽く 1.5 倍ですからね。でさらにまだ値上げが待ってるみたいな。笑ってる場合じゃないですけどね、これ払えてない人ってかなりいるだろうなと思いますね。うん、すごいですよ。なんか嘘か本当かね、冗談みたいな、あの知事からの政令が出ていて、政令っていうか呼びかけが出ていて、図書館に行きましょうとかね、市役所に行きましょうと、そこはエアコンが効いてますみたいなね。なんじゃそりゃと思いましたよね。本気で言ってるのかみたいな。こんなバカな人がね、市政とか府政をね司ってると思うと、うん、なんかすごく悲しくなってくるなというのと、なんかそのあれでしょ、あの介護保険料、なんか大阪がついに1万円になってしまったという、うん、すごいですね。で大阪の府知事が、介護保険を受ける人が多いから介護保険の徴収金額を上げないといけないんで、介護保険を使わないでくださいみたいなことを言ってましたね、この前記者会見で。すごいですよ。払うのはいいけども使うなと。使ったらその分だけ介護保険の頭割りを値上げしないといけないからみたいなね。お前は本当に知事かと思いますよね。それをやりくりするのが知事でしょみたいなねところですけども、なんかその辺も随分変わったなってところでございます。はい、じゃあちょっと行ってきます。